アップルバレーはアメリカミネソタ州ミネアポリスダコタ郡の北西に位置する市でミネアポリスセントポール都市圏の郊外にある。2010年に国勢調査では人口が49,084人でミネソタ州で18位の人口となっている。2013年には雑誌マネーマガジンにいてアメリカで一番住みやすい街にて17位を記録し、 2007年の28位、2008年の24位、2010年の20位から年々順位を上げている。アップルバレーは1969年に設立し、以前はレバノンタウンシップという名前だった。デベロッパーでありこの地域の初期の開発責任者だったオリン・トンプソンがミネアポリス・セント・ポール都市圏の中で次に成長する場所を決めるために一つの会社と契約をし、 群四42号線から半マイルのカディールアベニューにある家と通りをすでに4軒の家を建てていたヘンリー・ブローバックから購入した。その会社がカルフォルニアのアップルバレーにあったことからこの地域をアップルバレーと名付けた。アップルバレーとなった説はいくつかあるがヘンリー・ブローバックスは群四42号を東に向かってレバノンに入ってくると良い街だった。 カルフォルニアのアップルバレーを思い出させるからと語っている。アメリカ合衆国国政調査局によると、アップルバレーの総面積は17.57ミで16.86、磨り口で0.71ミが水域である。市内には起伏があり、一番低い地点と高い地点では100フィート以上の高低差がある。市内のダウンタウン及び居住区は浅い渓谷部となっており、 多くの土地は開発途上である。アップルバレーは、ミネソタ第二会員選挙区に属し、2018年時点で、共和党のジェイソン・ルイスが選出されており、ミネソタ議会においては、上院がグレッグクラウジン、会員がエリン・メクエードとアンナ・ウィルズとなっている。ここ数年アップルバレーの人口はミネソタ州の中で、最も急速に伸びているが、限られた。 建設可能地を消費してしまっていることから1990年代からその成長はゆっくりになっている。アップルバレー S2016 コンプリヘンシブアニュアルファイナンシャルレポートによると従業員数が多い企業は以下の通りである。アップルバレーでは7月4日にアップルバレーフリーダムデイズが開催され、地元のマーチングバンドや自治体や企業が参加するパレードが開催され、夜には 花火も催される。2月にはアップルバレーウィンターカーニバルが開催され、アイススケートメダル探しゲームコンテスト、子供向けイベントなどが開催される。アップルバレーにはミネソタ動物園があり、世界の各地域から数百の動物たちが飼育されており、いくつかのトレールコースから構成されている。また水族館も併設されており、南アフリカのペンギンやニホンザルも飼育されている。 アップルバレーには6つの小学校、3つの中学校、3つの高校があり、インディペンデントスクールディストリクト196によって運営されている。また2つの総合型高校があり、11年生及び12年生向けにスクールオブエンバイロメンタル・スタディーズというマグネットスクールが開校されている。またインディペンデントスクールディストリクト196では3つの 小学生レベルのマグネットスクールを開校しており、に特化している。また生徒によっては、ミネソタ州の入学に関する法律に基づき、アップルバレー以外の公立学校に通うことも可能である。アップルバレーには、週刊高速道路3 5位、e、ケダルアベニュー、群道42号線の3つがメインの道路となっている。高速77号線は、 北からアップルバレーに入り込み群二23号線とトケダルアベニューとなる。また平日はミネソタバレートランジット社が運営する通勤バスがミネアポリスのダウンタウンやセントポールへ多く運行されている。また最近レッドライン社がモールオブアメリカまでバスを運行するようになった。ありがとうございます。